ドメインの設定、このターゲットの設定は目的と自身の経営資源に照らして広すぎず狭すぎずが基本になると。で、その考え方をキャリア戦略に置き換えると、自分が持っている資源に照らして労働市場を定義しようねと。で、人によってはその戦場は会社内とか、まあいろいろありますが、長期に及ぶキャリア戦略を考えるにあたっては、ドメインの設定は自分の会社だけでなく、まあいろいろ持っておいた方がいいよみたいなことが書いてあります。例えばジョブマーケットにおいて、その人が持つ職能での切り口で定義したり、例えばマーケティング業界、弁護士業界とか、今の職場も含みながら、もっと大きなユニバースからマイブランドの立ち位置を考えた方がいいだろうと。なぜならば、まあ、今後の転職とか自分のキャリアを考えていく上でも一つに置いていくよりも、そういうことね。いろいろ、はい、一つの業界だけじゃなくて、はい、自分の何かを付け足せばここまで広げられるとか、はい、まあ、見といた方がいいよって話です、ね、っていうことですね。新卒の就職活動の場合はこのドメインの設定、まあそうですね、自分がどこに働くかっていう業界の話、はい、これ仕事を始めるというか、その起業するときも多分そうでしょうね。どこのお客さんを取りに行くか、まず自分のリソースを見ましょうですよね。そうですね、はいはい、で自分のリソースを見てどこに設定するかって話だと思うんですよね。はい、で CTL でしたっけ、 CTL はい、はい、で FU、 誰に買ってもらうか。 FU はブランドのターゲットですと。あ、僕が言ってたのはターゲットっていうのは市場はターゲットじゃないですね。市場は市場ですね、はいはい、で誰に買ってもらうか、はい、資源を集中的に投入する標的を規定しましょうと。ブランドのターゲットの設定は主に戦略ターゲット ST とコアターゲット CT の2つがあると。戦略ターゲットっていうのはブランドが選ばれる確率を高めるために経営資源を少しでも投下する広い括りのことで、コアターゲットとは戦略ターゲットの中でさらに集中して予算を投下するより狭い括りのことを意味していますと。FU を定義する根本的な意味は戦略の基本中の基本であると。選択と集中を可能にすることであると。君の限られたリソース、まあ、時間、気力、手間など本当に希少なので、市場における全ての相手に対して平等に分散させると君の魅力は中途半端で薄くなるから、君っていうブランドを買ってもらえなくなるよっていうことが書いてあります、はい、で、ホワット、何を買ってもらうのか。これはブランドの価値を規定すると。購買者がそのブランドを買う本質的な理由がここで定義されなければならないと。その価値、購買における本質的な理由のことをブランドの便益、ベネフィットという。消費者はどれだけ理屈を並べようが本質的に情緒的に意思決定している。したがってホワットは目に見えないことがほとんどであると。例えばUSJ のチケットを買う人はハリーポッターに乗りに来たと口では言うけど、彼らが本当に買っている価値はハリーポッターのアトラクションなど目に見えるものではないと。本当はそれらを体験した際のワクワク、ドキドキ、感動を得るためにお金を払っているんだと。したがってホワットの便益は感動であり、ハリーポッターのアトラクションはその感動を生み出すための装置、つまりハウに過ぎないと。マーケッターはプロダクト、ハウをデザインする前に、ずっと前にどこの誰に向かってどのような本質的な価値、ホワットを提供するのか、それを明確に定義しなければならないと。まあそうなんだね。消費者が買っているのはベネフィットだよと、はい、消費者が買っているのはドリルじゃないと、はい、まあ、よくある話ですよね、うん、マーケティングでドリルが開ける美しい穴を買っていると、はい、現実には美しい深いところでそれを理解できない経営者があまりにも多いと。なんかこうよくみんなドリルの説明をするみたいな、このドリルのこのドリルのこれがすごい性能があって何回転してみたいな、どんな硬いものでも穴が開けられますよみたいなことを説明しがちみたいな、僕こんなにすごいですよっていうことをやりがちみたいな話ですよね。ああ、はい、はい。
やりがち、はい、だと選ばれるよねって、はい、なんとなく思ってるもん、はい、だけどそうじゃないって話ですよね、うん、はい、ここを意識しておかないとっていうことですね、はい、それを24時間徹底してキープしとけって話ですね、はい、カメラで映っている以上は、はい、なるほどね、うん、でこれを就活の文脈に置き換えると、このホワット免疫に該当するものは君というブランドの本質的な価値だと、相手企業にとって君を買うべき理由はここで明確に定義されなければならないと。例えば社交的で明るくて話し好きの P さんの免疫の場合であれば、免疫ベネフィットを多くの人と一緒にいるのが楽しいと定義しても当然だがダメだと。はい、ダメですって、はい、免疫は P さんにとって、いやこの人にとっての価値じゃないと、はい、相手ですねこれは、はいはいはい、あくまで風で定義したマイブランドの購入者の価値であることを忘れてはならないと、はい、せめて多くの人と一緒にいるのが楽しいじゃなくて、はい、誰とでもすぐに仲良くなれる、はい、ぐらいならまあなんとなく、はいはい、察することができる、相手の相手目線でって話ですよね、はい、また RTB というのはホワットに含まれる重要な語句で Reason to Believe だと、あ、実績ですね、はい、Reason to Believe の略語を指し、ブランドの便益を信じさせるための重要なドライバーとなると。例えば吉田沙保里選手をブランドと考えると、便益であるベネフィットである霊長類最強の RTB、はい、Reason to Believe は世界大会16連覇、ああなるほどと、はい、霊長類最強だね、はいはい、キャリオンにおける RTB には実績であるとか、まあ、隊長の簿記1級、はい、だともう、あ、こんなことできるねはもう想像できますもんね、はい、僕が幹部候補で入れてください、はい、経理やります、はい、簿記3級途中まで勉強したけど取れませんでした、はい、はい、それはダメだろうって話ですよね、はい、客観的に便益を信じさせる根拠となるエビデンスを定義することになると。なんでまあここで出てくるのは、経理財務部門で高い専門性を便益に置いている人が公認会計士、税理士などの資格を有している場合は、それは強力なリーズン・トゥ・ビリーブになると、はい、それは幹部候補でって言われますよね、はいはい、で、ハウ、ハウっていうのはどうやって買ってもらうかだと。ハウは便益を提供するための手段のことであって、購買者から見えにくいホワットと違い、目に見えるブランド要素は全てハウだと思った方がいいと。トヨタの車もグリコのポッキーもハリーポッターのアトラクションもプロダクトは全てハウだ。戦略の考え方で整理すると、ホワットが資源を集中する戦略を規定しているのに対し、ハウはその戦略を具体的に実行するためのプランである、戦術を規定しているのだと。ではキャリア戦略に置き換えた時のハウは何だろうねと。ホワットで定義した自分自身の便益をフーで定めたターゲットに届けるための具体的な仕組みをここで証言するんだと。例えばホワットでリーダーシップに優れることを売りにしている Q さんが、リーダーシップを発揮する具体的なやり方をフーのターゲットにとって思い浮かべやすいよう具体的に全てこのハウで定義するのだ。例えば困難な状況でも人のモチベーションを上げることが得意ですとか、感情に流されずに正しい判断をする姿勢が常に一貫していますとか、そういうホワットを具現化するスタイルを設定するといいだろうと。で、一番下にあるブランドキャラクターっていうのは、そのブランドを人格に見立てた時にターゲットからどのような人柄だと思われたいかを規定していますと。ブランドキャラクターは擬人化したブランドの性格を定義する形容詞。消費者は情緒的に物事を判断することが多いので、ブランドキャラクターが異なると購買確率は変化する。ブランドキャラクターは好き嫌いに影響を与える重要ファクターの一つだ。例えば共通のホワットを持つとして、 A さんが積極的、 B さんが冷静沈着というブランドキャラクターの場合、会社や採用所担当者によって採用の好みは分かれるだろうと。
これはどこでも使えますね。まあ、どこでも使えるんじゃないですか。どこを狙うかによってブランディングも変わるみたいな話ですよね。でもこれは自分の価値に立脚してないといけないんですよね。まあ、そうしないとできないですからね。価値を与えられないみたいな。まあ、僕は簿記できないですからね。はい、はい、自分のリソースを考えてってことですよね。 CTL があって、うん、はい、それをもとにターゲット決めたりとかベネフィット考えたりとか、はい、まあ、僕もあの50歳にして婚活の司会者みたいなことをやって、はい、はい、まあ、奇跡の新人、はい、毎回お客さんの高得点を集めるなんていうのを体験するとですね、はい、業界を間違えたかと、はい、まあ、20年コピーライターでやってきてるんですけど、はい、ちょっと考えちゃいますよ、ね、そっちの方がって話じゃないですか、はい、そっちの方がその人と話すのが楽しいっていう自分目線じゃなくて人にどういう影響を与えるかみたいな話だったじゃないですか、はい、なのでそうい う, こう奇跡の新人って言われるっていうのはこう周りにそういう影響を与えてるって話だと思うん で, で、まあ、数字も出ますし、ね、はいはいはい、コピーライターでは鳴かず飛ばずでしたからねだからそこがこう自分のリソースと違ったみたいな話じゃないですか。やっぱね、僕はあのコピーライターを選んだ理由は、はい、モテそうでかっこいいからなんですよ、はい、得意ではないんですよ、はい、うすうす分かってはいますけど、はいまあ、20年ここでやってきちゃうとね、なかなか、はい、あのそこを生かしていくって話じゃないですか。そこで生きていくならコネクティングドッツですよね、はいはい、隊長のその簿記1級と一緒で、はい、はい、